んなもんだ。ここに眠る、だって。あんたが生まれる3年前に亡くなってるんだ。へえ、ここがそうなんだ。いい眺めね。あ、あれ、羽の生えた人だ。なんだろう。彼らはフェザリアン。あまり地上に降りてこないからね。知らなくても無理はない。え？いつ見ても美しい翼だね。君もそう思うだろう？私もそう思う。僕はいつかフェザリアンの住むあの浮島に行ってやるんだ。だが、そのためにはもっと研究をしなくては。あなた、学者さんなの？そういえば、普通の人とはちょっと違うみたい。なあ、そうだよ。君もただの妖精じゃないね。ホムンクルス？すごい！よくわかったね！私、ティピ。よろしく。僕はアリオスト。魔法学院で飛行の研究をしている。魔法学院ってルイセちゃんの言ってるところ？ルイセ、君たちは彼女を知っているのかい？ルイセちゃんはこいつの妹だよ。それよりどうしてルイセちゃんのこと知ってるの？彼女は有名人だよ。グローシアンだからね。グローシアン？なんだ、知らないのか？月食や日食の期間に生まれたものは特殊な魔力、グローシを得る。その力を得たものをグローシアンと呼ぶんだ。彼女は皆既日食の間に生まれた最も優れたグローシアンだ。へえ、あんた知ってた？それじゃあ私だけなの？もうマスターも教えてくれればいいのに。まあちなみにグローシは知ってるだろ？よかったらそれも教えてくれる？多分君たちも見ているんだけどね。大気中を光りながら漂っているこれがグローシュさ。あ、このふわふわピカピカのこと？これがグローシュなんだ。このグローシュは時空の不安定なところからこの世界に流れてくる魔力なんだ。あ、つまりこれが多い場所ほど時空が不安定というわけだね。一般的に北へ行くほどグローシュが増え、
南の方にはほとんどないんだ。さすが魔法学院の学者さんね。いろいろとありがとう。どういたしまして。さて、そろそろ僕は帰るよ。僕はしばらく王都の宿にいるから、いつでも遊びに来てくれ。ルイセ君によろしくね。さよなら。そろそろ私たちも帰りましょう。お墓だね。シエラ、ここに眠る、だって。あんたが生まれる3年前に亡くなってるんだ。あなた、来てくれたのね。え？ずっと待っていました。あなたがここに来てくれるのを。あなたがここへ戻ってくることを信じて、もう20年も経ってしまった。これはあなたが持っていて。綺麗な指輪だね。この指輪はお返しします。そしてあの子に会ったら伝えてください。シエラは母は今でも愛していると。あの子って。愛しているわ、あなた。あの子よろしくね。ちょっと！今のって、あんたの夢に出てきた人？なんだか不思議な場所だったわね。さ、早く帰りましょう。役の豊口めぐみです。ねえねえ、お月様が出てるよ。綺麗なお月様だね。あれ、ねえ、あれ見て、あれ。なかなか可愛いじゃねえか。何ですか、あなたたち。ちょいと俺たちと来てもらおうか。そんな、どうして。さよな、黙ってついてこい。あんまりうるせえと痛い目見るぜ。助けて。あの連中、無理やりあの女の人をさらうつもりだよ。助けてあげようよ。そうこなくっちゃ。よし、やっちゃえ。ん？声が。
おい、あのガキに見られちまったぜ。てへえ、こんな時に。お前らはあのガキを血祭りにあげろ。任せとけ。ああ、邪魔されるわけにはいかねえからな。どうすんのよ。悪者は許さないんだから。あ、なんだ、今の声はどこから聞こえたんだ。どこ見てんのよ。あたしはここよ。あ、なんだ、妖精が人間と一緒にいるだと。妖精に何ができる？まっかー、絶対こいつやっつけちゃってよね。待っててね、今助けるから。なんでまだ娘がここにいるんだ？オズワルドの兄貴。何ボヤボヤしてんだよ。せっかく俺が奴の注意を引きつけていたってのに。すいません。こうなったら俺が直接やるしかねえ。どうやらあいつが親玉みたいね。あの、私はどうすれば。彼女、どうする？そうね、変に動かれると守りづらいもんね。わかりました、ここにいます。誰に行け。誰に行け。こんなところにいやがったか。お前何の恨みがあって俺を。もう戻ってきやがったか。ゼノス兄さん。カレン、一体何が。お兄さんなの。あなたの妹さんがこの悪漢にさらわれそうになってるのよ。なんだと。よくもカレンを。ちょっと待ってよ。今は協力するべきだと思わない。わかった、どうしてほしい。わかった。では私は兄さんのところへ行くんですね。こっちだカレン。どうして彼女を狙うのよ。なんだ、女みてえな声出しやがって。女みたいじゃなくて、私は女の子なの。よ、妖精だと。こんなに人懐っこい妖精は初めて見た。よし、捕まえて売り飛ばしてやる。ムカつくやつ。まさかこんなことになるとは。へい、引き上げる。待ちやがれ。どんなもんだ。
これに振り分けるのね。逃げ足の速いやつだ。兄さん、大丈夫か？カレン、怪我はないか？ええ、この人が助けてくれたから。そうか、ありがとう。俺はゼノス。君のおかげで妹も無事だった。礼を言うよ。当然のことをしたまでだよね。それより、あの男たちに襲われるような心当たりがあるの？別に心当たりなんて。俺にもないな。だが奴ら、俺の足止めをしていたことを考えると、カレンを連れ去ることが目当てだったらしい。一体、カレンを連れ去って何をしようってつもりだ。それにしても、あの手勢を相手にできるなんて、お前も相当腕が立つようだな。やっぱり、闘技大会に出るつもりか？闘技大会？知らないのか？年に一度コロシアムで開かれる大会のことだ。優勝者は国から聖騎士として抜擢されることもあるそうだ。俺も今年は闘技大会に出るつもりだ。もしも参加するなら、その時はよろしくな。もっとも、優勝は俺がいただくがな。もう、兄さんたら。とにかく、今日はありがとう。本当にありがとうございました。二人とも、気をつけてね。仲のいい兄弟だね。あんたとルイセちゃんもあんな感じなの？さて、私たちも帰ろうよ。どうしたの？寝るなら家に戻ってからにしなよ。ねえ、ちょっと、どうしちゃったのよ。ねえ、大変だ、人を呼んでこなきゃ。奪え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 。追い張ったぞ。これがサンドラの魔導書だ。よし、すぐにここを立ち去るぞ。その魔導書を貴様らにくれてやるわけではないか。置いて行け。貴様も外のバンペイのようにしてくれるぞ。勇ましい、このガキが。なに？お前もこうなりたくなければさっさと魔導書を置いて行け。逃がすか。これは。